じゃないか、せがれ殿。ならば我が魔法師の魔法、高みの見物と誰もが
どもならばこんな幻の窓へ楽しんでおくれ。
ならば我が幻に惑え、畳の見物とされと思うか。存外にやるものだな、苦労のせがれ。Yeah.
私のためそなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。お前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようともそれしか見え、一面の足名を焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。ああ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。故につけ狙われる。
お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。牙の形を増やしときゃせいぜい人魚を探すこったな。乗りかかった船じゃ仕込むことだけはしてやろう。物資殿の竜害治ったようです。ああ、これを物資殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。茶を持ってきた。そうか。まったく世話焼きやがって。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは？道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ？腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練者と言ってな。エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。
狼殿、よく参られました。かつてアシナに竜害が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かるものはなかったそうです。そうか。我が師道元の杭、わずかでも晴らせたのならば良いのですが。ではまた。Thank you.